カルテンタールはドイツ連邦共和国バイエルンシュシュバーベン行政、関区のオストアルゴイ軍に属す市場長であり、ベステンドルフ行政共同体を構成する自治体の一つである。カルテンタールはアルゴイ地方に位置する。カルテンタールという名前は人工的な概念である。この名前を持つ集落は存在しない。この町は公式には八つの地区からなる。このうち小集落や、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。現在のカルテンタールの町域は、その大部分がアウクスブルク市協領のブーフローへ管理局の管轄下にあった。1803年の帝国代表者会議主要、決議以降、その集落はバイエルン領となった。町名はアウフキルヒ、ブロンホーフ,ェンフランケンホーフェンが合併した自治体再編の際に、 大変に白熱した民主的議論やバイエルン州、中央文書館をはじめその他の調整機関からの勧告を考慮し決定された。この名称は、三つの集落が共にカルテンタールに位置することから選択されたのであるが、このコルトンは、霊気のことではなく、1699年までオスターツェルを治めていたカルテンタール家のヤーコプホンカルテンタールの名前に由来するものである。 アウフキルヒカルテンタールの町役場は、アウフキルヒ地区にあるアウフキルヒの名前は、1287年のシュタインガーデン修道院の文書に初めて登場する。1437年にアウクスブルク司教がアウフキルヒの裁判刑を獲得し、これ以後、全集落の領主権を得ていった。集落の名前から想像される通り、アウフキルヒには大変古くから教会があった。 1618年建造の現在の教会は、早くも1656年と1686年に、新部にまで手を加える修復工事が行われている。当は1843年に新しく作られた。最後の根本的な修復は1972年から1975年に行われた。アウフキルヒには1513年から、すでに学校があった。 30年戦争や1618年の飢饉により、アウフキルヒの住民は、ひどい苦境にさいまれた。1635年にはペストで住民の半数が、命を奪われた。ドイツのオミン戦争、シュマルカルゲン戦争、ナポレオン戦争、両世界大戦は集落にさらなる苦しみを与えた。アウフキルヒの北東に街道沿いの市場長として、発展したブロンホーフェンがある。 この集落は1972年にカルテンタールに合併した。この集落は古くからアウフキルヒの教区に属していた。この集落は1150年頃にプラウェンホファンとして初めて記録されている。ブロンホーフェンは主にベルフェン家の所領であった。1500年頃にグロースケムナートのベッツェナウアー家の所領となった。この所領は1556年に アルテンスベルク家に使えるペーターがイスベルク2、ブロンホーフェンに売却された。さらに1611年には、シュトッツンゲン家の所領となり、これに伴い、アウクスブルク市協領の一部となった。市場開催権を獲得した日付は不明である。1686年には、ブロンホーフェンに、肉や、靴や、仕立てや、食工のツンフトが組織された。 これらのツンフトには、シュテッドバングとイエンゲントの間、あるいは、オーバーボイレンから、フックスタール一円の親方が加盟した。1400年頃ブロン方ンに女子修道院が創設されたが、1600年頃に廃止された。その建物は十分の一税倉庫に転用されたが、1852年に取り壊された。 死とフィリップスとヤーコプスに捧げられたブーフローへの境界道は一部にゴシック時代の痕跡が残る。長道は西側にあった10分の一税倉庫が撤去された後、1852年に建造された。1835年にブロンホーフェ編の行政当局は守護聖人聖ゼバスティアンの肖像を用いた紋章を制定した。1年後にバイエルンをルートビヒ一世は、 町の代表者の請願を受けてこの文章を認可した。列上に伸びた形態をしたフランケン・ホーフェンは、1971年に、アウフキルヒトが圧兵するまで独立した自治体であった。フランケン・ホーフェンは、おそらく八世紀に、主牧会及び修道院の中心地、シュテット・バングッともに創設された。フランケン・ホーフェンの統治権は、 ヘルミスホーフェン城塞に属したが、1437年にファイトシュミーヒャーツーヘルミスホーフェ面は、この統治権をアウクスブルク司教ペーターに売却した。中世後期には、土地所有権はアウクスブルク、ランツベルク、フィュッセン、カウフボイレン、メミンゲンの市民が分割所有していた。1610年からアウクスブルク司教が徐々に、 土地所有権の多くを占めるようになっていった。聖ラウレンティウスと聖アガータに捧げられた村の教会は1488年に、ホサシ教ウルリヒによって成別され、その後何度も修復、改修が行われてきた。フランケン方辺は、主に農業の集落であるが、手工業も行われている。ローマ島と呼ばれる、ヘルミス方辺城の首都アウフキルヒの南に位置する。 教会集落ヘルミス方辺には古くから個別の教区を形成しており、1180年に初めて記録されている。この教区は18世紀末にアウフキルヒ教区と統合された。ヘルミス方辺南東の高台城にヘルミス方辺城がある。この城には中世初期にはすでにシュテットバング家の、その後はケンプテン修道院の霊園であった。 1190年から1332年まで、土着貴族の一門があった。14世紀の終わり頃に、バイエルンの騎士であるシュミー・ヒエン家が、現在、ローマ島と呼ばれている島が建造された。ファイト・シュミー・ヒャー2・ヘルミス・法編は1437年4月25日に、この城とそれに付随する財産を、アウクスブルク司教ペーター及び、司教本部に売却した。 アウクスブルク司教本部はこの城に、主席司祭や騎士と共に、関在人を置き、周辺地域の占有権を獲得していった。ヘルミス方ン管理区には、ホンゾルゲン、ヘルミス方ーフ,ェンフランケン方ン、アウフキルヒ、アルテンスベルク、メン方ン、リーデン、さらには、ミューレンやグーテンベルクの所領を包含した。ヘルミス方面は1525年に、 領主やアウクスブルク司教に反旗を翻した、ブロンホーフェン、アウフキルヒ、ヘルミスホーフェン、フランケンホーフェンの農民たちによって占領され、破壊された。その後この城は再建されたが、最終的に18世紀消失した。現在は、ローマ島とわずかな城壁が残るだけである。ヘルミスホーフェンの聖ニコラウス商協会は1474年に面積を受けた。 建物は新築されたが内陣は現在も保存されている。17世紀に長堂、1780年頃に塔が再建された。この教会は、後期ゴシック様式の木造数点や、ヘルミスホーフェンの騎士とその妻の記念碑を有している。アウフキルヒの北東、ヒューナーバッハ川渓谷沿いの丘陵上にアルテンソベルクがある。 この入植地は1100年を少し超えた頃にアルティシュスバーグとして記録されている。マーネゴルトという名の貴族がこの地にあった。1530年頃までにアルテンスベルクはグロースケムナートに属するようになり、1562年からカウフボイレンセ病院寮を経てベーダーホンアイソベルクの所領となった。その息子はアルテンスベルクの辞書を ループレヒト・フォン・シュトッチンゲン2577年に売却した。1611年、ゲオル・クレオン・ハルト・フォン・シュトッチンゲンとその妻は、この地の統治権をアウクスブルク市教に10万4千グルデンで売却した。アルテンス・ベルクの上官は1612年から1635年まで、ヘルミス方編の完在人の館となったが、30年戦争で破壊された。 エルトラツホーツ方ンは、アウフキルヒの北に位置する教会を中心とした、小集落であり、かつては独自の教区を有していた。1460年に、キーシュヒーヤとして、シュテットバング家の人物名があり、彼らが教会を創設したと考えられている。ゲルビス方ンの農場もこの教区に属した。この教区は1489年に、キンザウ教区に、1814年に、 アウフキルヒ教区に移された。1240年から1303年まで土着貴族のエディンハルツ法ン家があった。農場や10分の一税はケンプテン修道院の霊園であった。土地の所有者にはショーンガウのセリョーインやカウフボイレンジョシ修道院もあった。重罪裁判権は1785年まではバイエルン公がその後1803年までは アウクスブルク司教が有した。小集落ゲルビスホーフ、レオンハルトフォン・レヒスベルクは1437年にゲルビスホーフェンをイルゼー修道院に売却した。イルゼー修道院も1600年にこれをアウクスブルク司教に売却した。ゲルビスホーフェンはグーフローエ・ヘルミスホーフェン管財区に統合された。この集落にはマリアの気境礼拝堂がある。 この礼拝堂は私有物であり、オイロギウスビルクにより神への誓願のために1874年に建設された。町長はマンフレート・ハウザーである。彼は2002年にビルヘルム・ポップラーの公認として町長に選出された。旧アウフキルヒ乳製品加工場はギャラリー、アルテ全狙いに改築されており、展示スペースには現代の芸術作品が展示されている。 春には著名な芸術家が出展する造形陶器と落焼きに重点を置いた陶芸展示会が開催される。夏には彫刻家たちによる展示会が開催され、戸外で制作も行われている。この他に有名なミュンヘンのデザイナーで画家のビルヘルム・マヤー・ゾルク工房のグラフィックコレクションもある。秋には国際的に知られたイラストレーターによるイラストレーションの展示会もある。 こうした展示会の期間中には有名な作家により朗読会も開催される。ヘルミス方ン城市では12世紀に建設された山城の跡を見ることができる。現在保存されているのはベルクフリートとわずかな城壁だけである。塔は5階からローマ塔と呼ばれている。ありがとうございます。